おはようございます。どうも。すみません、今日もいろいろと、はい、コメント来ましたね。ありがたいです。はい、どうもありがとうございます。関根さん、いつも拝見しております。ありがとうございます。トークライブ大阪公演、笑福亭鶴瓶さんの会が終わりまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。10月6日、大盛況でございました。私は仕事で会いに行けなかったので、ぜひ言える範囲でいいので、ちょっと内容を教えてください。よろしくお願いします。これ、配信してませんから、あそこに来た1000人の方しか聞いてないんですよ。言えないことがね、ずいぶんあるんですけど、一番有名なのは鶴瓶さんが東京のテレビでポロリして28年間出入り禁止になったって。これはまあ有名な話なんで、ご本人が説明してくれました。20代ですよね、多分若手の頃。まあ、あの頃ね、鶴瓶さんも言ってたけどね、乱暴なんですよ、大人が。ディレクターなんかてめえこの野郎とかね、もうスタッフがもうすごいんですよ。もう AD なんかもね、蹴られたり殴られたりしてる時代ですよ。で、鶴瓶さんがやっぱ大阪から来てさ、頑張ってね、テレビ東京の番組、生放送ですよ、山城慎吾さんの番組。ディレクターが、おい鶴瓶、ほらお前タオルお前負けよ、お前下にお前履いてろよ、お前履いてなかったらお前大変なことになるんだからなって言うから、あの野郎、この野郎、チキシャー、2つ脱いでやる、大変なことにしてやる、何かあったら大変なことにしてやるわっつって、生放送始まったら、ほら、ちょっとやれ、ほら、ほらって、もう、あーって、もう頭きて、もうずーっとそれがあったらしいんだよ。で、バーって開けちゃったんですよ。大変なことにしてやるっつって、だからカメラがパーンって、それ走ってって、カメラ掴んで、クーッって、それで、絶対入るなよって言ってる池この池はテレビ東京の社長が鯉を飼ってた池なんですよ。でそこにわーって飛び込んで全裸で、でバッグニャーってしたってやつな。そしたら次の日社長が餌まいに、なんだどうしたんだっつって、鯉が死んでたって。大事だ、誰だこれやったのっつって、で28年間出入り禁止。あの子見えちゃったじゃないから。あ、そうですね、鯉に見せたから。あ、そう。であと鯉を殺してしまった。2つの鯉が。それで、で28年ぶりに出れたんよ。だから社長も変わってスタッフも変わってますからっつって。その後はもう一回ポロリやったんですけども、27時間テレビで最近のことなんですけどもね、押してくるわけですよ、27時間テレビって。どんどん一般の人と海かなんかのね、そこのスタッフと一緒に漁師の漁村でお酒を飲みながらおしゃべりをするっていうんで、で全然来ないから、もう今から飲んどこうっつって飲んだら、もうベロベロになっちゃって。着物みたいなの着てるから、はいはい、鶴瓶さんやっぱり落語家なんで、ええ、着物の時はパンツ脱いでるらしいんですよ。あ、はいはい。そしたらそれをなんかさんまさんが中継で局、テレビ局の方から「兄さん履いてないんですか？」っつって「ココリコ履かせろ」っつって、ココリコがこう履かせようとしてパラッと見えちゃったっ、はい、あ、なるほど。だからそれはだからそこまで怒られなかった、はいはい、それでさんまさんが兄さん兄さんって声だけ聞こえてきたって、兄さん悪くないかなって。で、まあ、そういう2回のポロリがあったんですけど、まあ、2回目はもうそれは事故ということ、そんなお話をなさいましてね。あとはね、鶴瓶さんやっぱ若い頃ね、いたずら好きで、はい、初角屋師匠の、うち弟子ですから、はい、20歳そこそこの頃もう暇なんですって、はい、やることないから。そしたら B ちゃんっていう旧館長を飼ってて、あ、初角師匠、そうそう。で、こんにちはこんにちはってしか言えないんだけど、はい、こう近づいてみたら息をする穴がある。あ、はいはい。で、ちょうどこう食事終わった後で爪楊枝があったんで、こうやって B ちゃんって刺したら、兄弟子がもう一個あるぞって。兄弟子の爪楊枝をこう両方に刺したらピッピッって苦しいから泣くんでしょうね。ピッピッ、それでふざけててこのままにしといたんですよ。忘れちゃって。で、師匠の日常は
帰ってきたら、はい、その餌を作ってピーちゃんにあげる。あ、それがもうルーティンだった。ルーティンだったんですよ。それで師匠が帰ってきて、うーゆーって入ってった時に、あ、用事抜いてないって。あ、その時気づいた。そう、しまったって言ったらもう奥の方で、誰や誰やガーッと開いて、お前やろ僕は知りません知りません僕はって言ったら、そうか、あ、じゃあピーちゃんが自分でここの、あ、で出入り口を開けて自分で出て、それで台所行って用事を自分で刺して、そして帰ってきて開けて入ったのか、そんなことあるわけないだろそれで、あとはここではもう言えませんけども卑猥な言葉を覚えさせてでそれで大切なお客さんが来た時に、それまで言ってなかったのに急に言い出したそれでもう師匠が誰やお前やろっつって、だからそれ以来ピーちゃんは玄関にいるんだけど、お客さんが来たら奥の方に行かされちゃう。それはほら卑猥な言葉言うから悪いんだよ。だからよくね破門なんなかったなって。普通破門なりますよ。普通破門ですよ、そんなことしたら。そこまでむちゃくちゃ。初角屋師匠は心の広い人だったらしいです、はい、だから自分もそういう若い時にそういう雰囲気っていうか同じような感覚があったんじゃないですかね。若い頃はそのくらいの破天荒がいいんじゃないか、はい、まあ、だって鶴瓶さんって他にも魅力があるから、はい、このツアーこの時じゃないんですけど聞いたことあるんですけど、はい、師匠が寝てて肩揉んでくれって言うんで肩揉んでた、こう揉んでたんだけど、はい、横になってたんで、はい、もう自分も疲れたんで横になって、はい、こうって揉んでたら師匠がなんか気がついて、なんでお前寝てんやこうやって目があったってそんなことばっかりしたあの人それであと全部あのそのさんまさんが作った嘘だって言ってね、あ、はい、言ってましたね。投稿が来てたんですよ、はい、鶴瓶さんが交差点のおばあさんを背負って渡ったら、はいはい、あ、横断歩道、横断歩道渡ったんですよ、はいはい、そしたらおばあさんがそれ元いたとこだったってちょうど渡り終えたところに鶴瓶さんがやっちゃったって言ったら、それさんまやさんまのネタやそれそんなことするわけないやろ一般の人が、はい、鶴瓶さん僕のこと覚えてますって言ったら、覚えてるね覚えてるねって、それラジオのリスナーだった顔は見たことないらしいです覚えてるわけ、そう、これもサンマやこれ全部サンマが作ったんやって言ってました。私の本、関根勤の嫌われない法則、2月21日発売でございます。いかに人と付き合うときにうまくこうね、人と付き合っていくっていう、嫌われないっていうかね、好かれる、これいろんな人に読んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。